お世話になります、ひとりでございます。鎧の孤島の配信が6月17日水曜日夜に決まりましたね。いよいよ配信されますが、鎧の孤島が配信されたらいち早くスタートを切りクリアしたい、すぐにでもガチ対戦を始めたいという方は多いのではないでしょうか。鎧の孤島が楽しみでワクワクしすぎて眠れていない方も多いと思います。そんな方のために今回は鎧の孤島配信までに準備しておくべきこと、ものをご紹介したいと思います。まず一番最初に準備しておくべきことは、登場する主要ポケモンを捕まえておくことです。これは理由を説明するまでもないですが、最初からゲットしておけば鎧の孤島でゲットせずともポケモンを揃えられて育成とかでスタートダッシュすることができるからです。実際剣盾でもモノズとかは既存ポケモンでしたが、入手確率がかなり低かったと思いますので、始める前から揃えておくのは意外に役立つと思います。具体的にどのポケモンを捕まえればいいかというと、すでに鎧の孤島に登場すると判明しているポケモンから挙げていきます。ゴルダック、ニョロボン、ニョロトノ、ジバコイル、ナッシー、ラッキー、モジャンボ、ガルーラ、キングドラ、スターミー、ハッサム、ケンタロス、マリルリ、エアームド、バクオング、ワルビアル、ゾロワーク、エモンガ、クリムガン、ポジョンド、バッフロン、ウルガモス、ファイアロー、ドラミドロ、デデンネ、ルガルガン。もしかしたら鎧のことに登場しないのもあるかもしれませんが、念のため揃えておくといいでしょう。あとはこれは鎧のことか冠の雪原か分かりにくい発表のされ方をしたポケモンで、ブーバーン、ボスゴドラ、レントラ、ラランテス、モロバレルです。特にモロバレルは一番噂程度の情報なので、優先順位は低くして大丈夫です。といってもそんな入手が難しいのはいないので、とりあえず揃えておくのがいいでしょう。あとは多分ほとんどの人が持っているでしょうけど、ガラルヤドンもしっかり揃えておいた方がいいと思います。でここまで挙げたポケモンについては、ただ捕まえておくだけでなく、しっかりポケモンホームに送っておくと、その後に鎧の孤島に送りやすいので、ポケモンホームに備蓄しておくのがおすすめです。で次に準備しておくべきことは、ガラル図鑑を揃えておくことです。先ほどのポケモンを捕まえておくのと被りますが、まずはガラルの図鑑、つまりソードシールドの図鑑は揃えておくことをお勧めします。図鑑は基本揃えた時に何かもらえたりするケースがあると思いますので、とりあえず揃えておけばいち早く図鑑完成時のご褒美にありつけるはずです。ちなみに鎧の孤島の図鑑については公式サイトでしっかり言及されており、より多くのポケモンたちを記録できるようにガラル図鑑がアップデートされるぞ。鎧の孤島では鎧島図鑑、冠の雪原では冠雪原図鑑の完成を目指そうとあり、まあ、ちょっと冠の雪原図鑑ってちょっと長すぎじゃねえかなと思ったりするんですが、鎧島図鑑の完成で何かもらえるのは間違いなさそうなので、やはりいち早くその何かをもらいたい方は序盤であげたポケモンたちも揃えた方がいいでしょう。さらにガラル図鑑と鎧島図鑑を両方揃えても何かもらえたりしそうなので、とりあえず現在揃えられるガラル図鑑をしっかり完成させた方がいろいろな恩恵を受けれそうです。さらに余裕があれば今までの全国図鑑を揃えておくと、鎧の孤島が配信されてから登場すると分かったポケモンをすぐに供給できるのでおすすめです。またポケモンホームで全国図鑑890種類揃えた時に500年前の姿のマギアナがもらえたと思いますので、特に全国の図鑑をすでに揃えておいて新たに鎧の孤島で登場するポケモンを追加すれば、また何かレアなポケモンがもらえるかもしれません。そういう実用性はあまりないですが、レアなポケモンを集めたいと思っている人は全国図鑑を揃えておくのは必須というレベルで超超おすすめです。そして次に準備しておくべきものは、ふんだんな BP です。理由は鎧の孤島で注目されている新要素である教え技を習得する際に必要であると予想されるからです。最近のポケモンシリーズでは教え技は BP で習得するパターンが多いため、鎧の孤島でも引き続き BP を支払い習得できると考えられます。しかも少し前にポケモンホームが解禁されて、ポケモンホームを利用すればするほど BP として使えるポイントが貯まったりもするくらいなので、 BP を使う新たな要素も出る可能性は十二分にあります。ポケモンホームで少し貯まりやすくなったとはいえ、 BP は剣盾の要素の中でもかなり入手が面倒な要素なので、鎧のことをやる前からしっかり貯めておくと安心できるでしょう。もしかしたら完全に新規アイテムとかも出る可能性があるので、そしたらまた BP で買う仕組みになってたりしそうですよね。そういういい意味で予期せぬことが起こりそうなので、余分に持っておいて損はしないでしょう。そして次に準備すべきというか、やっておくべきことは、ワット稼ぎバグに関することです。ワット稼ぎバグはいろいろな言われ方をしていると思いますが、他の言い方で言うと時渡りバグです。ポケモンの巣穴でみんなで挑戦をやって1日進めてのやつですね。主な使用用途としては色違いや高個体値、
夢特製源泉や単純にワット稼ぎやワット稼いでゴジャボを売って金儲けだったり ID くじを引きまくったりと非常に汎用性の高いバグです。バグが嫌いな方はもちろんやるべきではないですが、実際このバグって剣盾においてなくてはならないレベルで必要なバグですよね。みんな今までは当たり前のように使っているから何も感じていないかもしれませんが、このバグがなければワット稼ぎは超絶大変ですし、高個体値どころか夢特製すら1日や2日かけても手に入らないくらい難易度が跳ね上がります。色違いなんかレイドでやったらほぼ無理というくらいにさえなるでしょう。もし鎧のことが配信されたらそのバグはさすがにバグなので修正される可能性は高いです。ついでに紫の柱の厳選もできなくなってもおかしくありません。そしたらしっかり出現率とかも調整されていない限りは今まで当然のようにあったバグがなくなって爆発的な不満が出るほど一気に難易度が変わってしまう可能性があります。ですので剣盾でできるうちに少なくとも一通り主要な夢特性やどうしても欲しい色違いをゲットしておいたり、ワットも鎧の孤島でいろいろな用途で使う可能性はあるのでいっぱい貯めておくのがおすすめです。そして次に準備すべきものは持ってないアイテムです。これは非常に範囲が広いですが、とにかく一個も持っていないようなアイテムは一通りゲットしておくのがおすすめです。鎧の孤島では新要素としてウロボというものがありまして、これは4つの道具を合成して新たな道具を作るというものです。どんな道具を使うかは公開されていませんが、もしかしたら今まであんまり使わなかったアイテムも使うことになるかもしれません。例えば欠けたポットとかのアイテムは非常にレアですが、別に持っていなくてもほとんどのヤバチャはポットですね進化できたと思いますので、そんなに必要なかったんですよね。このようなレアアイテムがもしかしたらウロボで再活用されるようなケースもありそうです。しかも欠けたポットで言えば、最近鎧の孤島の準備をしようと銘打った不思議な贈り物で配信されましたから、鎧の孤島で再活用される可能性は十二分にあります。いや11億分ぐらいにあります。6月12日からはでかい金の玉50個と経験飴 L100 個が配信されますから、これらのアイテムも鎧の孤島で使う可能性は否めないので必ずゲットしておきましょう。他にもどんなアイテムであってもウロボの材料にはなりうるので、とりあえずゲットしにくい道具を中心に今時間があるうちに揃えておくのがおすすめです。そして最後に準備しておくべきものは友達です。これは冗談でもなく超大真面目のド本気で言っています。確かに冠の雪原ではダイマックスアドベンチャーみたいな新要素があって明らかに友達が必要な要素があり、鎧の孤島にはそのような新要素はないのですが、公式サイトにこのような記述がありました。赤いオーラを放っているポケモンの巣を調べると4人のトレーナーが協力して野生のダイマックスポケモンに挑むマックスレイドバトルに挑戦できるぞ。鎧島冠雪原のポケモンの巣ではワイルドエリアで出会うことのなかったポケモンを発見することがあるようだ。エキスパンションパスのプレイヤーだけでなくポケットモンスターソードシールドを遊んでいるお友達を誘って挑戦することもできるぞ。このように当たり前みたいな情報をわざわざ丁寧に強調するかのように書かれているわけですから、もしかしたら4人で挑まなければ勝てないような今までの例で言えばミュウツー的なやつが普通に現れるのかもしれません。そうでなければわざわざここに改めてマックストレードの要素を一から説明する必要はないと思いますからね。ということは当然攻撃を固くなに拒否する NPC を使うと攻略が難しそうになりそうですから、友達が重要になってきますよね。なので皆さん至急攻撃を固くなに拒否しない友達、つまり何でもいいから攻撃をしてくれる友達を探しましょう。幸いエキスパンションパスを持ってない人でも大丈夫だというのが友達が少ない人にとってはせめてもの救いで集めやすくなっているかと思います。ちなみに私は名前の通り過去も未来もいつもどこでも何度でも一人です。テロリストじゃないほら。